骨翼は、単翼、スタブ翼の別名で知られ、過去においては、重航空機中の固定翼機にも参見されたが、ヘリコプターが、実用利用の水準に到達した1950年代以降は、軍用機としての回転翼航空機に多く見られる、機体左右に張り出した短翼であり、軍用機の構成要素の一つ。また、ミサイルやロケット弾の飛行姿勢を安定させる、あるいは、 飛行姿勢を変化、制御するための固定式や可動式のフィンの役語としても骨罰が用いられている。揚力を発生することを第一の目的とせず、並走や追加の電子装置、航続距離を延長する増装をパイロンを介して検証するために設計、設置される。このため民間機にはほとんど見られない。 揚力を得ることを主目的とした翼と異なり、その成立目的上、当初より十分な強度を持ち、電子装置の中継端末や燃料移送のための配管などが設置されている。近年では、回転翼航空機の場合でも、単翼に空力成形された。 ハードポイントとしての機能だけでなく、操縦翼面としての機能を備え、積極的に揚力を生み出す、翼平面型を持つ場合も増えてきたため、従来のスタブウィングの英名の日本語翻訳として、単翼の故障に変わり、小翼の日本語訳を当てることも多くなった。固定翼機の場合は、文字通り翼が固定されているため、胴体化だけではなく、翼下に、 重量物を吊り下げるための支柱であるパイロンを取り付けるハードポイントを設定し、この箇所にエンジン、ミサイル、爆弾、増装などを搭載可能であるが、回転翼航空機では、主回転翼の特性と構造上、当然ながらこの手法を取ることができない。このため、軍用機としての回転翼航空機の設計に際しては、 傭兵側の兵装等載量の要求を満たすためのハードポイントを設定するために単翼を装備することが多く見られる。これらの単翼については必要のない場合は取り外しが可能な機種もあるが固定翼として作り付けのものが大半である。ただし、シコルスキー S-72 のように主翼と言えるほどの大きさのものは停止飛翔を阻害し、 ヘリコプター本来の利点を相殺してしまうなど、問題も多い。固定翼については、前進時に揚力を発生し、回転翼の負担を軽減し、前進力を増加させる目的で、操縦翼面として、補助翼や、昇降打、昇降打を備えるものも、ある一方、回転翼航空機の特性上、スポイラーや高揚力装置は、必要がないので設置されないが、 戦闘機同時の積極的活用を目的として、全円フラップを装備した R-64、アパッチのような例もある。固定翼機に、このような設計が施されることは、単翼機を、副翼機とすることになり、余分な空気抵抗や不要な重量の増加など無駄が、大きくなるので滅多に設計を機とされない。採用するのは、水陸両用飛行艇など波のしぶきを避けるために、 公翼、兼翼配置を取らざるを得ない場合、農業機などで農薬散布のタンクを翼かに搭載するため、搭載タンクと地面間における必要な間隔を保つため、農業機で重要なエストール能力を確保するため、公翼、兼翼配置を採用する機体もある。また簡易、低価格化を目的として固定客を選択する場合、単純な方法で、 光着装置を設置、あるいは引き込み足を格納するためにこの手法を採用する場合がある。ドルニエドゥ二 24ATTPL-12 エアトラック、ドルニエ航空機製造が製造した飛行艇の多くは、水面で機体を安定させるために、主翼に補助フロートを備える、一般的な手法ではなく、胴体側面下部に横に広がった、張り出し部を有し、 これによって横風などの外部抵抗を受けた際に、傾斜転覆を防ぐ構造を採用しているが、外部搭載物を検証する機能や、主脚の格納機能はなく、また、揚力発生にほとんど寄与しないものもあり、蒸気定義に従えば、スタブウィングとは言えない。ただし、下記の機体に関しては、第二次世界大戦の開戦前に開発設計された。 ドゥ 24T マイナスの設計に関して、主翼の再設計乾燥、ターボプロップエンジンへの乾燥や、電子装置の更新、主脚を水密化された浴場の収納庫内に収納し、陸上からも、発着可能な水陸両用型えた用途性を、フスなどの近代化改装を行って1983年に、初飛行しており、その浴場の張り出し部は相応の揚力を発生し、 増波抵抗の影響を受けない、陸上発着時に限り、若干の外部搭載物を検証可能なため、操縦翼面は有しないものの、原用の固定翼機としては、唯一、単翼の機能としてのスタブウィングを有した機体と言える。2-24ハインドアー -2、ローイ・ファルクアメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシア・イタリアドイツ フランス南アフリカ共和国中国をマイナス1、日本アメリカ合衆国ポーランドマーク4モッド10ファー、S、S-5M57mm ロケット弾、第2次世界大戦中に開発されたロケット弾である、イギリスの RP-3 などは、ロケット弾の飛翔を安定させるために回転を、発生させる、固定式のフィンの意味を持っていた。第2次世界大戦後に、 アメリカで開発されたマーク4ファーは RP-3 と同じく回転を発生させる目的のフィンを持っていたが航空機への搭載時に空気抵抗を減らす多連装ランチャーに効率的に収納できるよう収納時はフィンを折りたたんでおり発射後に転調される仕組みであったことから骨翼折りたたみ式空中発射ロケット弾と日本語に訳された なお一度転調されたフィンは、その位置で固定されて、回転を発生させる役割のみを持つ。ソビエト連邦の S-5、S-8、S-25 などのロケット弾も、同様に発射後に転調される折りたたみ式の安定翼を持っている。また、戦車の手法などに使用される砲弾の一種であるアプフスズも弾道を安定させるための小さな安定翼を持っており、 その名称のフィンスタビライズドの語源となっている。AIM-9L と AIM-9M この2種類のサイドワインダーでは前方の小さなフィンが制御翼として働く動力で後方の大きなフィンは固定式の安定翼である。目標に向けて姿勢と進路を変化させる必要のあるミサイルや誘導爆弾には 安定翼としての固定フィンと合わせて、動力となっている制御翼のフィンも備わっている。ありがとうございます。